ム関係者がはっきりと、殺度？どうでもいい。日ハム関係者札幌ドーム最終年感謝はあるが新球場を盛り上げることしか考えてない。2022年1月、日本ハム関係者札幌ドームへの感謝はありますが新球場を盛り上げることしか考えていません。お客さんにチケット代金以上の満足感を得てもらうこと、世界に胸を張れる施設ができるので有効活用しないと意味がない。そらそうよ、マジで1日でも早くって気持ちで、すでに気持ちは北広島よ敵味方関係なく負傷するたびにメンタルがえぐられる。やっと奴隷契約から解放されるからね。新球場に金使うのに奴隷扱いされた球場にこれ以上無駄金使う意味ないよね。ハムから金を巻き上げることに特化した運営を続けた天罰じゃね。ハムの要望に聞く耳を持っていればね。残念でもないし当然ぼったくりドームらしい最後と言える。ハムからしたらすでにホーム球場って意識もないだろ、ただの野球ができる体育館だよ。札幌ドームとかいう大層な箱物を持てるんだったら札幌市にはもう地方交付税はいらないよね。さようなら殺度、さようなら東方線。感謝があるのがせめてもの救いやろ。普通なら感謝すらないで、例えば札幌がハムにやったような態度は愛知県がトヨタに対して取れるかって考えたら札幌市はマジで異常すぎる。全国20にしかないプロ野球球団をないがしろにするのは札幌市くらいだろ。さすがに世界有数の企業とスポーツチームじゃ比較にならん。日ハム本体でも話にならんだろうに。確かにトヨタとは比較にならんが、都市がプロスポーツチームを持つのは馬遊になるんだぞ。だから優遇こそすれないがしろにして出ていかれるなんか世界的にもそうないぞ。所詮は一地方都市でしかない札幌市があれだけの大企業に喧嘩売るのは身の程知らずでしかない。あのビッグボスが世界一の球場になるって言ってるんだし、それと比較されるのはますますイメージダウンだな。札幌ドーム最後やし新庄も帰ってきたから2006年のユニフォーム復刻してほしい。背番号同じでユニフォームも同じだとかはない人も出てくるから、踏襲しつつも少し変えてくると思う。札幌市民以外の日本国民1億1800万人は札幌市と札幌ドーム札幌市民は大バカだと思ってるわ。なら心置きなく札幌ドーム捨てれるな。頑張って札幌ドーム黒字にしろよ札幌人。サンセクトの政治的な問題だけやなくてプレイヤーサイドからも不評の球場なんか捨てて当然やろ。スポーツイベントライブ関係者全員から忌避されるドームやし、嵐ですら苦戦したとかギャグやろ。嵐は解散してファイターズも球場を離れる。どうやって黒字にするんだ。冬季五輪やるし財政は平気平気。ハム移転後も札度はギリギリ黒字って試算出してたけどコロナで全部ぶっ飛んだな。なんか変だな。当たり前なんだよな。今まで散々うまい汁吸いまくったし別にええんちゃう。童話にできるお話やね。移転してよかった。気持ちはみんな北広島だよね。さあ日ハムの移転が1年後に迫っていたこの時期には札幌ドームは眼中にない状況だったようですが、北広島に全振りした判断は正しかったのではないでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。